Yeah. 物販もやってます。ステッカーは200円で、大きい企業は500円、 T シャツは3000円です。ちょっと高いですけど、はい、いや、みんな大人なんでお金いっぱい持ってます。皆さん、皆さん買ってください。お願いします。皆さん、ちょっと一回自己紹介しよう。あ、そうや。では、はじめまして、僕らワッターザーガバンド、ギターコールを務めてます、ショートといいます。よろしくお願いします。ドラムのわちゃこでーす。ワちゃこ、みんなに聞いていいですか。わちゃこのチェッカーやってもらっていいですか。やると元気になりますんで、はい、行きますよ。はい、わちゃこのチェッカーだ。よろしくお願いします。そして MC トムラッパー MC トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。20代、30代、40代ともう幅広い世代でね、40代です。わちゃこと同い年です。ベースボーカルリーダーナリーです。よろしくお願いします。待って、もうほんと一つだけ言いたくなると思います。一つだけ申し上げて、一つだけ申し上げて、はい、カメラ助けさん、ちょ、あなたのせいでそろそろサイエンスかなってる今。こっちやばい、マジで一曲しかってない。ちょ、やばいって。いやいや、もうこれも神谷さんのね、楽しいだと感じて。そうっすね。俺らが楽しんでいきますよ。酸欠になったらごめんなさい、皆さん。ではこれからさらにロックな、ロックなもぶちかましていくぜ。おいおいおい、いや、マジで見せつけるって聞いてますけど、それはもともとラッパー一人やってて、で、そこからバンドに行きました。そしたらその仲間たちからもう後ろを見さされて、バンドに逃げようになってるから、めっちゃやめました。だからそんな奴らに、いや、ジェットミア、おいら背中で見せつけてやるよ。
YouTube。 本当にごめんなさい、ちょっといい、これ見せつけるっていう曲なんですけど、まあ、僕はこのきっかけは音楽で見せつけるって話で、でも、ね、この今この場にいる方々って仕事もやりたい人もいれば、まあ、このプライベートだったりとか、なんか何か挑戦したいっていう人らも絶対いると思うんですよ。で、そんな奴らがあなたのことを、あなた方のことを否定したとしても、その否定する奴らは俺が全肯定じゃねえよ、全否定だよ。なんで僕は否定したいよ。急な展開だ。いいよ、ちょうどいいよ。急展開。僕らそう、ワッターチャーガーの YouTube をやってまして、ぜひよかったらチャンネル登録。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ワッターチャーガーで検索していただいたら、なんと、あの、全曲無料で聴けます。そうです。だから、全然ダウンロードしてみんなにあの配ってください。よろしくお願いします。チラシ作ってきてるんで、はいはい、とにかく QR コードがあるんで、もう普通に無料でダウンロードができますので、ぜひ、はい、じゃんじゃんダウンロードしてください。その中から一曲、はい、わちゃこが歌詞を書きました。そうなんですよ。初めて歌詞を書いた。そう、3年前の沖縄に帰ったんだけど、はい、そうで帰った時に、じゃあ、ま、家の隣に松尾公園っていうのがあって、はい、でそこに行ったら、久しぶりに昔のこと思い出して、その松尾公園に、スージおじさんっていうおじさんがいたんですよ。いつも落ちてるゴミでなんか物を作ったり、紙飛行機とか、なんかゴミがあったり、それの、なんでも教えてるおじさんがいて、こっちのことを思い出して、そのおじさんのことを思って、歌詞書いていきました。ずっとナーリーさんと喋ったから、ごめん。なんかこっちで喋れよ。俺のことだから。お前、やめな、今日。ちょっと俺も思ってた、ずっと俺見てたなと思って。俺も見てます。じゃあ、わちゃこ見ながら歌をね、数字おじさん、わちゃこが書いた歌詞です。数字おじさん、聴いてください。
Thank you.
あの本当は5名なんですよ。そう、もう一人ラッパーがいているんですけど、そのラッパーも一緒に曲作りをもう最近から始めてまして、そのラッパーが書いた3曲がまだ歌えないっていう。MC の思いは自分のパートもあるんだけど、もう一人のラップを完成させたらまた帰ってきますんで、もちろん。また帰ってきますよ、5人で。そしてわたじゃがバンドも T シャツ持ってきてます。見えない。あ、わちゃこが来てる。わたじゃがバンド T シャツ、ソイさんも来てる。ありがとうございます。なんか最近テレビで来てるのも見たよ、俺。あ、そうの、マイナさんが、スリムクラブのマイナケンさんがわたじゃがバンド T シャツ着て探偵してました。そう、そうなんですよ。あー、うちの中だ。あー、ありがとうございます。あー、今日は結構持ってきて、ありがとうございます。タイムとしてはちょっと軽くできたいね。ね、ステッカーもね、大きい大小ありあるんでね、もしよかったら、でワタジャガーっていう沖縄の方言が、うん、のバンドがいるよっていうことをぜひ皆さんであの宣伝してください。よろしくお願いします。タスクのタオルの CD 持ってます。よろしくお願いします。6月京都行くんで買ってください。6月京都です。それではワタジャガーバンド最後の曲になりますが、yeah.
ってくださいよ。熱い。すいません。ありがとうございます。じゃあ、一番最初にさらっとやった曲なんですけど、その先っていうタイトルで、40代、僕も過去40代から本気でバンドをやってみようってことを、本当に約2年前に、本気で40代からバンドやってどこまでいけるかなってやってみようって作って、最初にできた曲がその先っていう曲で、めちゃくちゃこちらバンドで、もちろん MC 東郷も翔太も本気でバンドやってるんで、僕らがどこまでいけるかっていうのを楽しみに、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。本当にラストの曲です。明日本当にまたこっちでやりますのでね、こちらにまた来れる方は遊びにいらしてください。その先
すすげー笑顔あり太陽優しい笑顔で進め君を信じた道を諦めて進んでいこう雨が上がり反対はない信じて進め